よし、今日も白昼夢の青写真をやっていこう。平成ヒッピーです。いやー、前回なんか別にものすごい衝撃の事実があったわけでもないんだけど、なんかすごく良かったな、前回の話は。よし、やっていこう。午前中の授業を終えた。まだかすかに頭が痛い。酒の匂いがしないように何度か石鹸でうがいした。石鹸で？文庫本を持って食堂の列に並ぶ。リステリンみたいなやつとかじゃなくて、石鹸でうがいしたの。いつも頼んでるカレーは食べられる気がせず、わかめの入ったそばを頼んだ。プラスチックのトレーを持って食堂の奥のいつもの席に向かう。その途中のテーブルにリンが座っていた。彼女が日替わり定食のアジフライをかじった時に目があった。箸を上げたまま彼女はペコリと頭を下げた。いつも通り彼女はそのテーブルに一人だった。明らかに浮いているという昨日の渡辺の言葉を思い出した。小さな口でアジフライを咀嚼しているリンにはあどけなさが残っていて、授業中に見せる近づき方さはなりを潜めていた。声をかけようか、通り過ぎようか、従順しながら歩く。リンはずっと私を見上げていた。目を合わせたまま私たちの間の距離が縮んでいく。いいかな、ここ。私はリンに声をかけていた。リンがもぐもぐと口を動かしながらうなずく。かわいい。彼女の前の席に座り、お盆と文庫本をテーブルに置いた。箸を手に取る。有島先生もここで食事するんですね。ああ、食堂にいつもいるのは気づいてないんだね。図書館にいるのは知ってたけど。ああ、毎日ここだよ。私もです。会話はそこで終わり、しばらく黙々と食事を進めた。醤油ベースのスープで胃が温まった。箸を置いた時、リンの顔がこちらを向いていることに気がついた。彼女は私が持ってきた文庫本を眺めていた。本当に本が好きなんですね。うん、まあそうなんだろうな。他に趣味がないとも言える。何もないよりはいいじゃないですか。確かに。私は一口そばをすすった。お父さん以外の本はあまり読まないのか。読みますよ。ミステリーとかファンタジーも好きです。そうなのか。少し意外だった。先生は？新しいのはほとんど読まないな。芥川賞と直木賞を取った作品だけは読むようにしてるけど。なんでですか？学生の頃からそうしていた。それがそのまま続いている。リンがうなずいてからお椀を持ち上げ、味噌汁をすすった。たまに他の先生もこうやって声をかけてくれます。うん？先生も心配して声をかけてくれたんですか？私はいつも一人だから。大丈夫です。一人でいるの苦にならないから。そうか、私も同じだ。一人でいるのは苦にならない。むしろ人といる方が疲れる。心配して声をかけたんじゃないよ。そう言って私は箸を口に運んだ。リンは私を不思議そうに見つめていた。みんな誰かと仲良くするように進めるのに、先生は違うんですね。私は非常勤講師だ。古文を教えるのが仕事で、社会通念は専門外だ。それに私も君と同じように一人の時間を過ごしてきた。無理に誰かと一緒にいる必要なんてない。あくまで持論だが、うん、悪かった、一人の食事を邪魔して。あ、いえ、邪魔ではないです。ごめんなさい。人と食事することがほとんどないから、そういうつもりで言ったんじゃないんです。私はとりあえずうなずいた。お父さんが生きていた頃は一緒に食事はしなかったのか。リンが首を振る。食事を作ってくれる人は来てくれていたけど、食べるときは一人だった。そうか。リンが食事を進める姿をしばらく眺めた。綺麗な所作でリンはゆっくりと食事をしていた。一つ中年のおせっかいを言ってもいいかな。リンが私を見つめ小さくうなずく。あまり自分の感情に鈍感にならない方がいいと思う。気づいた時には手遅れになる。君の歳ならまだ間に合う。私はもう取り返しがつかない。どういうことですか？私も一人でいるのは寂しくない。それ自体は寂しくないが、一緒にいたいと思えるような人と出会えなかったのは寂しいと思う。今更になってね。多くの人が普通にできていること、それが自分にはどうもうまくできない。ほんの小さな常識、行動にどうにも馴染めない。
そういう風にしか生きられないことは寂しい。私はそれに気づかなかった。そういう自分の小さな悲鳴に鈍感にならない方がいい。少しわかるかもしれないです。私は顔を上げた。リンが食事の手を止めて私を見つめていた。先生の言ってること。そうつぶやいてから食堂の学生たちをゆっくり眺める。その後で私の目をぼんやりと見つめた。わかる気がします。まだ間に合う。君は若い。自分をまだ変えられる。私は先生が思っているほど子供じゃない。そんな簡単には変えられないですよ。大人でも子供でもない。そんな時間があと何年も続くんだと思うと苦痛です。毎日が苦痛か。リンがうなずく。先生だったらどうしますか？ん？もしも取り返しのつく過去の日まで戻れたらどうしたいですか？そうだな。私は昨日見つけた文集を思い出した。もっと書きたいように書けばよかった。カッコつけないで、取り繕わないで、取り繕わないで。そうすれば君のお父さんのように書けたかもしれない。それによって世界が広がって、もっといろんな種類の人に出会えたかもしれない。どうして今からじゃダメなんですか？書けばいいと思いますよ。そう思うなら。私は首を振る。いくらなんでも遅すぎる。心も体と同じで確実に張りを失うんだ。先生だって自分で思ってるほど老いてはいないかもしれないですよ。大人でもないかもしれない。だから職場に学校を選んでずっと身を置いてるのかも。そうかもしれないな。リンが小さく笑った。ただの文章ですよ。先生が書いても書かなくても世界は何も変わらない。それは父だって同じです。もっと気軽に書いてもいいと思います。鼻歌を歌うみたいに。先生の場合は特に。リンは私から視線をそらし、フライをかじって咀嚼した。いや、畑の修法は確かに世界を変えたじゃないか。あってもなくても変わらない作品の方が多いが、畑の修法に限ってはそれは違うのではないか。そう思いながら私はそばの麺の残りを箸で持ち上げた。一口すすり顔を上げる。リンの姿を眺めながら、昨日の見た写真に写っていた修法の姿を思い浮かべた。面影はある。リンの視線が私に向いた。1回目の予礼が鳴った。リンのお盆にはまだ食べかけの昼食が残っていた。すまない、食事の邪魔をしてしまった。いえ大丈夫です。話せてよかった。私もだ。また図書館で。リンはうなずき、昼食の残りを食べ始めた。私はトレを持って席を立った。またあの背中を見送っている。どうしてあんなことを言ったのだろう。私は大丈夫なんて、一人でも寂しくないなんて、そうじゃないことに気づいてほしい人間の常套句。聞かれてもいないのに、先生に心配してほしかった。孤独の味を知ってると伝えたかった。わからないな。手元のトレイに目を落とす。アジフライの尻尾に一口分の身が残っている。味噌汁はとっくに冷め切っていた。別に問題はない。一人で食べるご飯の味は温かくても冷めていてもそんなに大差はない。アジフライの最後の一口をかじる。思えば食事中に誰かと話をしたのは久しぶりだった。そういえば結局先生はなんで声をかけてきたんだろう。咀嚼を続けながらぼんやりと前を見ていると、有島先生がトレを持ったまま戻ってきた。だんだん近づいてくる先生の顔を私は見上げていた。リンの顔がだんだん近づいてくる。聞こうか聞く前か何度も考えたが、文章でこの世界は変わらない。リンの言葉の通りだ。私は何事においても考えすぎなのかもしれない。すまない、実は昨日。リンが首をかしげる。大学時代のお父さんの作品を見つけた。興味があるなら持ってくる。彼女はほうけたように私を見上げていた。私まで言葉に窮してしまった。しばらくするとリンがゆっくりと口角を上げて微笑んだ。ありがとうございます。ぜひ。私はうなずきを返す。なんだか先生には借り物をしてばかりですね。え、ああ、傘か。
いや気にしなくていい、私が持っていても仕方ないから。雨の日に傘は必要でしょ。リンがまた笑った。確かにその通りだった。楽しみにしています。明日図書館に持っていく。はい。じゃあ、私はリンに背を向けて歩き出した。午後の授業が5時間目で終わりだったので、今日はそのまま帰宅した。手を洗い自室に向かう。酒が抜けたのは午後になってからだった。靴をカバンを置いてデスクに座り、文集を手に取る。改めて目次を見る。そこには懐かしい字面があった。私のペンネームだ。そうか、この本には私の作品と周邦の作品どちらも載っているのか。私はまず自分の作品のページを開いた。私の作品は並木通りに立つ一本のイチョウの木から主観的に冬の明治通りを描いたものだった。読み進めていくうちにだんだん当時のことを思い出してきた。誰に求められずとも道に彩りを添え、そこを通る人たちの生活を群像劇のように描こうとして失敗した。教授にも着眼点は悪くないが、限られたページ数の中では成立しないテーマだと指摘された。若気の至りで人とは違うものを描こうとしたのだ。文中に顔をしかめたくなるような気取った比喩もあった。だが時間の経過がこれを書いた時の私と今の私を確かに隔ててくれているのを感じた。そして周邦の作品。彼は講義をサボって自転車で高田の馬場から立川まで自転車で往復した時のことを一人称視点で書いていた。簡潔な文章で淡々と景色の移り変わりを追いかけた文章だった。そこに彼の主観は全く書かれていないのに、その文章から何かしら真実味のようなものが確かに感じられた。この年になって当時の周邦の文章を読んで、私は初めて彼が書こうとした景色の片鱗に触れた気がした。私の文章は荒く青く拙い。今ならこの時より少しはマシなものが書ける気がする。かすかな期待はたやすく打ち砕かれた。才能などない。秦野周邦はこの時すでに自分の書き方を見つけている。それでも幾分は若々しい。デビュー作となった中編小説に比べればまだ手探りで最適な文体を探している感はある。私は文集を閉じた。もう読むことはないだろう。これは早くリに渡してしまおう。私は文集をカバンにしまい、少し迷ってからアルバムもカバンに入れた。翌日の放課後、リンは先に図書館に来ていた。おー、文集な。まあリンは読みたいだろうから、お父さんの生に近い物語を。でもな、渡すの相当勇気いるだろうな。自分でも失敗作だって思ってる文章が載ってるの渡すのって。私は彼女の前の席に座った。彼女は読んでいた小説を閉じて机に置いた。秦野周邦の単行本だった。私は昨日自室から持ってきた文集とアルバムを渡した。アルバムの方に目を留めたリンがゆっくり顔を上げる。これは？これはお父さんが新人賞を受賞した時に祝杯をあげた時の写真。リンは差し出されたものを呆然と眺め、小刻みに瞬きした。どうして？若いお父さんが写っている。これは君も持っていないんじゃないかと思って。リンはもう一度視線を手元に落としてアルバムの表紙を見つめた。見ていいですか？ああ。リンはアルバムに手を伸ばしてページを開いた。口元だけにかすかな笑みを残したままリンの指がページを食っていく。私はその様子を眺めていた。数ページ進み、リンがふと顔を上げた。赤い瞳が一瞬怪しくきらめいた。その目で私を見つめたまま、リンは私にアルバムのページを向けた。そこには妻と私の写真が収められていた。恋人？私は少し考えてから曖昧にうなずいた。リンが首をかしげる。妻だ。リンは少し目を丸くした。それからアルバムを彼女自身の方に向けて、まじまじとその写真を眺めた。綺麗な人。リンが再び顔を上げる。先生も隅に置けませんね。何と答えればいいかわからず、私は黙ったままうなずいた。リンは声を出して笑った。その写真には君のお父さんが写っている。だから抜かずに持ってきたんだ。本当だ。どんな人なんですか？
え？リンが私の顔に視線を向ける。奥さん。どんな人？編集者でそれなりに優秀なんだと思う。リンの顔から表情が消える。そういうんじゃなくて、職業を聞いているのじゃなくて、人となり、どういうところが好きなんですか？私はさらに答えに窮した。リンが小さく首をかしげる。妻は…リンが私の言葉を待つ。言葉を探しながら私は思い至った。その写真を撮った日、畑野秀芳の受賞記念日に、あなたの書く小説が読みたいと翔子は言ってくれた。畑野秀芳ではなく私に。だから私は彼女を妻に選んだ。先生？いや、覚えていない。嘘が下手。夫婦なんてそんなもんだ。もう結婚して21年になる。最初のきっかけは私たちにとってそれほど重要じゃない。饒舌で嘘は隠せないですよ。もちろん沈黙でも。どうすればいいんだ？リンが口を開けて笑った。白い歯が薄い唇の奥に見えた。編集者さんなんですね。私はうなずく。じゃあ本が好きなんだ、きっと。先生と同じように。多分言われてから気がついた。本を読む妻の姿を久しく見ていない。リビングに読みかけの本が置いてあることもない。本を作ることが仕事になり、完成物は読まなくなったのか、あるいは今の私たちは私生活すら共有していないのか。生活のリズムがずれているんだ。私の知らないところで読んでいるのかもしれない。その頃は確かに私たちは同じ本が好きだった。アルバムを指しながら私は言った。どんな本？小説だよ。続きを促すようにリンが首をかしげたまま私を見つめる。私は当時読んでいた明治中期の小説家の名前を答えた。リンは深くうなずいた。読んでみます。私もうなずきを返した。リンはそのままアルバムの続きを眺めた。確かになんだか新鮮。新鮮。受賞パーティーなのでしょ？私はうなずいた。何かを書いてこんなに楽しそうに笑う父を私は見たことがない。だから新鮮。プロとアマチュアの違いなのかもしれない。リンがうなずく。そうですね、そうかもしれない。父にもこんな時期があったんですね。よかった。そう言ってリンはアルバムを閉じた。でもやっぱりこれはいただけません。リンはアルバムを私に差し出した。私は二人の中央に差し出されたアルバムを見つめた。それからリンに視線を移した。気持ちは受け取りました。初めて見る父の顔も映っていた。でもこれは私よりも先生に必要だと思う。リンは私をまっすぐ見つめながら、そう言い、今度は文集に手を伸ばした。こっちが文集ですね。私はうなずいた。お父さんも書いている。高値がつくかもしれないな。小さくうなずいてリンは表紙をめくった。先生も書いてる？書いていない。そうなんだ。私はペンネームで寄稿した。あ、そっか。この嘘はバレないだろう。お父さんはその時から同じペンネームだ。リンはうなずいてページを送った。そのまま文章を追い始めたリンをしばらく眺めてから、私も手元の本に目を落とした。下校時間になるまでリンは文集を読んでいた。秀芳の作品だけではなく全作品に目を通しているようだった。本当にこれいただいていいんですか？ページを閉じたリンが言った。私はうなずいた。ありがとうございます。どうだった？学生時代のお父さんの文章は。こういう文章を書いている時もあったんだって。私はうなずいた。でも根底は変わっていない。同感だ。もう自分の文章の書き方を見つけている感じがする。リンはうなずき、もう一度秀芳の文章の冒頭を目で追った。君も作家になるのか？え？全部読んだんだろ？私は文集を指しながら言った。はい。普通そういうアマチュアの書いた文章を一読者は読まない。
読むのは自分の相対的な力量を知りたい作家志望者だ。そうかな。面白かったけど。私は首を振った。突き抜けているのは君のお父さんだけだ。作家になった人は結局君のお父さんだけだった。イチョウの木の人は？私はリンを見つめた。リンはしばらく文集に目を落としていたが、私が無言でいると顔を上げて私を見つめた。この人もならなかったんだ。リンはパラパラとページを食って私の作品を開いた。私はリンの手元で開かれたページを見つけた。ならなかった。そう。リンはそのまま私の文章を読み続けた。どうしてそんなことを聞くんだ？え？その人も修法以外の平凡な書き手の一人だ。その作品が他と違うとは私には思えない。先生の知っている人？面識はある。どんな人？一瞬からかわれているのではないかと考えた。だがリンは不思議そうに首をかしげていた。その表情に悪意は感じなかった。真面目に作家を目指してはいた。卒業後は書いていないらしい。リンはうなずいてから私の作品に視線を戻した。よかった。よかった？どうして？思わず声が大きくなった。リンは口元に指を添えた。多分この人は。リンがゆっくり顔を上げる。父によく似ているから。どういう意味だろう。どんなところがだろう。眠れなかった。リンの言葉を何度も反芻した。私が畑野秀峰に似ている。どこが真逆の人間に思える。リンは、彼女は私の文章に何を思ったのだろう。最後まで父にはなってくれなかった。居場所を残してはくれなかった。彼女はそう言っていた。思考が同じところを何度も回る。その度に意識はさらに冴えていく。書かなくてよかったというあの言葉。畑野秀峰に似ているなら書いた方がいいに決まってるじゃないか。一体リンの中の畑野秀峰はどういう人物なのだろうか。彼女は知らないと言った。父を知らないと。だから作品を読んでいると。私は身を起こした。リビングに移動してタバコに火をつけた。換気扇に吸い込まれていく煙を見つめる。自分の中で畑野秀峰への問いが膨れ上がっていた。学生時代、自分が畑野秀峰になれればと何度も思った。畑野秀峰のように評価され金を稼ぎ、それに動じずに書き続ける。自分こそがそうなればと何度も思った。結局私が畑野秀峰に対して持っていた感情は憧れと嫉妬だったのだ。今なら素直に認められる。あの時から20年以上の時が経ち、私の頭の中は再び畑野秀峰のことでいっぱいになっている。おかしなものだ。タバコをもみ消し、また次のタバコに火をつける。その頼りないコードの明かりを私は見つめた。この火は燃え盛る炎のようにきらめくことはないが、確かな熱を持っている。書けるかもしれない。私はつぶやいた。私自身の中の秀峰を追いかけ、その偶像を主人公に置いて書く。それなら答えは自分の中にある。あくまで私から見た彼の人物像だ。それは私自身の理想像であり、畑野秀峰が私に見せていた一側面の立体化でもある。自分自身の客観視のプロセス、そして自分なりの秀峰像の棚卸しと定義。書けるかもしれない。いや、書かないことにはどうしようもないほどに自分の中で何かが溢れ出していた。久しぶりの感覚だ。その作品を書くことによって、もしかしたら私は救われるかもしれない。それにリンが読んでくれるかもしれない。私の作品でリンが何かを発見できるかもしれない。リンのあの寂しげな表情が少しは安らぐかもしれない。だだっ広いマンションの片隅、大きな食卓で一人食事をしているリンの姿が浮かんだ。あの子の孤独はあの子のせいではない。誰かが助けたっていい。私にそれができるかはわからないが、少なくとも試みたっていい。
あの学園で誰もが無邪気に学生時代を謳歌している中で、彼女は私と同様くぼみのような場所に落ちてしまったのだ。私はそこに根を生やしていた。もう一度もがいてみたっていい。胸が熱い。私の中の何かに小さな火が灯った。おお、え、おお、お、終わりなのかな、もしかして、なんだこれは、2個目のオープニングテーマか。え、もしかして章ごとにオープニングテーマあんの。めちゃくちゃお得やんけ。うわー、いやー、正直さ、あの最初のシェイクスピアの話からが終わってこの話になった時はさ、もっとシェイクスピアの話の続きを見たいのにって思ったのに、もうめちゃくちゃこっちのケース1のこの2人の話が気になって仕方がない。いやー、めちゃくちゃ面白かったな。渡辺先生もすごいいいキャラだし、ただの明るいやつかと思いつつ、思いきやめちゃくちゃ確信に迫ってくるし、いや普通にっていうか、もうダメだ、気になってしょうがない、この二人の物語が。いやー、なんか陳腐な言い方かもしれないけど、ドラマ化とかしてほしい。お湯を沸かしながらもう一本タバコを吸う。書くと決めた愛がどう書こう。畑の重宝を書くことは変わらない。ただその像はあまりにも大きすぎる。最初はその一側面を書きたい。だが私の中で偶像の域に達している畑の重宝はツルツルとしていて捉えどころがない。どこに手を当ててもその実態がつかめない。キッチンに腰を上げ預けてタバコを吸っていると、昨日ソファーテーブルに放ったアルバムが目に入った。ケトルのお湯が沸騰し、スイッチがカチリと音を立てる。タバコの火をもみ消し、コーヒーを入れた。マグカップを持ってソファーに座る。アルバムを開き写真を眺める。私と修法が一緒に写っている写真は、妻と一緒に写った一枚と全員が写っているものだった。どの写真の修法も笑っていた。思えば私の中で修法は羨望の対象として存在し続けているが、私たちの人生が交わったのはこの時だけだった。もう一度アルバムを眺める。不思議だ。ここに写っている畑の修法には人間味を感じる。この時の修法のことならば、想像で保管しながら書けるかもしれない。この飲み会を視点にして、一人の若者である修法を追っていけば、漠然としている像の輪郭が見えるかもしれない。今の私と当時の彼の間には20歳もの年齢差がある。それは私の冷静さを維持する助けになるだろう。規模も適切な気がする。そうして修法の像が私の中で明確になれば、自分との対比もしやすい。似ている部分があるならそれがわかるし、両者の違いも浮き彫りになる。コーヒーがなくなった。そうだ、私にとって物語を書くことは自分の中を間接的に整理する作業だった。だんだん思考の輪郭がはっきりしてくる。この感覚が好きだった。まずは書いてみよう。リンが読んでくれるかどうかは気にせず、今まで自分の中に溜まっている老廃物を排出する気持ちで、まずは書いてみよう。1990年代、学生街のとある居酒屋。時折アルバムを開きながら、私は記憶をたどって書き始めた。大衆居酒屋の喧騒。炭酸が弱く冷たいだけで味の薄い生ビール。臭みばかりが際立つ塩辛。あの日の雑多な雰囲気が蘇ってくる。30名程度の参加者。主役は在学中に大手出版社主催の新人賞を受賞した畑野修法。参加者の注目、意識は彼のところに集中している。その他大勢の中に私がいる。私は遅れて会場に着き、他の皆と同じく畑野修法に祝福を伝えた。ありがとうと修法が笑顔で答える。私はそのまま端の席に座り、一人でビールを飲んでいた。数十分経ったところ、
ゼミの先生や出版業界で働く OB が挨拶を述べ、最後に畑野秀峰が今後の抱負を述べて散会になった。あの日のままに書いた。この後の二次会に秀峰は連れて行かれていた。その二次会の記憶はなかった。ここからは創作の世界だ。だが周囲の空気は私の知っている場面から連続的につながっている。書けそうだ。勢いづいた時にこの時の私は何をしていたのかと考えた。しばらくして思い至った。私は妻と二人で抜け出し、ファミリーレストランで終電まで話した。考えれば考えるほど不思議だ。妻はあの時すでに編集者の道も考えていた。なぜ秀峰と話す貴重な機会を捨てて私との時間を選んだのだろうか。わからない。彼女があの時何を感じたのか全くわからなかった。この二人、私たちのことも追いかけてみたいと思った。奥さんはあれなのかな、この時は秀峰よりも有島の方が売れるっていうか、すごい期待してたんだろうな。でも有島は才能を開花できずに諦めちゃって、でそんな有島を選んだ自分自身のことを翔子は、なんかそういうのも含めて今辛くきつく当たってんのかな、有島に。私と秀峰の唯一の交差点となった飲み会、交差点か、この飲み会の時を視点にして同じように自分のことを書いたらどうなるのだろう。ふとそんな疑問が浮かんだが、私はその考えを思考の外に追いやった。焦点をぶらしてしまうのは私の悪い癖だ。脳内に当時の高田の馬場駅を思い描く。夜のロータリー、騒がしい大学生、道で寝ている新入生に大声で校歌を歌う上級生、そこを歩く畑野秀峰。私は続きを書き始めた。あー、ここで終わりなのかな。目覚めてすぐ何かが目の前にあることに気がついた。視界が徐々に鮮明になっていく。凛？先生。先生。チャンネル登録よろしくにゃん。